オイラー・ラグランジュ方程式はもはやもう1番目の粒子の座標とか2番目の粒子の座標とか区別する必要も全然ないんですよ。こういうふうにとにかくもうどんな座標でもいいから全ての座標についてすべての座標を QI についてオイラー・ラグランジュ方程式は同じ形になります。で最後にちょっとおっしゃってみよう。最後にじゃあもう座標もこうやってだから一般化座標っていうのを使うってもう全く問題ないってことが分かったんだけども、さらに連動させて運動量も一般化しちゃって運動量を一般化してもうこの際だからもともと運動量っていうのは例えばこんな感じ M の X ドットだったんだけどこれはこうだったわけですよ。運動エネルギーの方をこうだったのでいいですか。運動エネルギーだと2分の1 MV MX ドットの2乗ね、これね、この比ってのね、T は2分の1 MX ドットの2乗で、それを X で変微分すると運動量が出る。これがだから、こいつが、ここの、ここに入ってるわけ。オイラー・ラグランジュ方程式の右辺のここのところ。中身に入ってて、ここが結局運動量なんです。で、これ X 座標の時はそうだけども、X 座標じゃないやつらとか極座標とか、もう重心座標とか、山ほどいろんな座標系があるので、まあ、ここに入ってくる奴らがデカルト座標ではない可能性も大いにあるんだけども、まあ、そんなことどうでもいい。この際、新しい運動量として定義します。定義して、これを、こいつを一般化運動量と名付けます。定義します。運動エネルギーを QI ドットで変微分したものを一般化運動量と定義します。で、こうしてみると、みんなが極座標でやったときに、ここシーターで変微分するやつ出てきたと思うんだけど、シータードットで変微分したら、MR 事情シータードットっていう今日の授業の最初の方でやってたやつがたくさん出てきましたね、あれね。あれは何だったかっていうと、運動量ではなくて、核運動量でしたね。でも運動量って名前がちょっとついてるでしょ。あれ核運動量もだからつまり運動量も核運動量も解析力学の世界の観点から見ればあれは一般化運動量と呼ばれる運動量の一種なんです。だから核運動量って運動量じゃないじゃんと思った人も多分いるでしょう。実際質問の中に核運動量と運動量というなんか名前が紛らわしいみたいなこと書いてる人もいたんだけども、それもそのはずで、まず一般化運動量という実はこういう概念があるんですね。でまとまるんですね。その中でデカルト座標で微分したやつは、いわゆる高校で教わる運動量になってて、極座標の角度シーターで変微分すると、例えば角度シーターのところで変微分、二次元だったらこんな感じの量がこうあるわけですよ。で、これが運動エネルギーでしょ？で、これを、じゃあシーターで変微分したやつ、あ、ごめんなさい、シータードットで変微分したやつを作ると、MR 事情シータードットで出てくるわけですけど、これ運動量じゃないやんと思ったかもしれないけど、核運動量と呼ばれるもので、そしてこれも、一般化運動量というでかい運動量の中の一種なんです。ということで、今まで核運動量とか、運動量とかっていうのもいろいろとまあ、シチュエーションに応じて分けてたかもしれないけれども、解析力学というでかいくくりの中で見ると、それらは実は同じようなものなんですね。ということが分かって、いかにこのフォーミュレーション、この定式化が一般的で強いかということが分かったんじゃないかと思います。ということで、じゃあ今日はね、ここまでにしたいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。